先日も特集でお伝えしました女川町から J リーグ入りを目指すコバルトーレ女川、町の活性化を図ろうと設立されてから2年が経ちましたが、先日行われた地元の試合でも大いに盛り上がりました。町の人たちの応援を励みに成長するチームのその後を追いました。港町のサッカーチームコバルトーレ女川、天皇杯の予選は残念ながら準々決勝で敗退。次の試合、地元開催の県リーグ後期初戦に向けて気持ちを切り替えます。コバルトブルーの海、チームの名前はこの美しい海の色に由来します。ほとんどの選手が昼間は地元の水産加工会社で働き、夜練習する生活を送っています。石巻の新聞社で役員を務めるチームのゼネラルマネージャー大見浩一さん。コバルトーレ女川っていう強いチームを作ることで町のシンボルにしちゃおうと、スポーツ文化の町の GM の理念のもと、選手も町の行事に積極的に参加。この日は小学生対象のサッカー教室が開かれました。変わってきました？変わりましたね、なんか今までは、他人みたいな感じだったんですけど、2年目に入ってくるとやっぱり女川町の町民みたいな感じで、コバルトーレ選手だよねみたいな感じで話しかけられたり、最近勝ってるねとか。夜の練習を見に来る熱心なサポーターも増えてきました。プレー一つ一つに送られる視線に選手たちも力が入ります。練習終了後のわずかな時間を利用して選手も交流を図ります。あとサンマで季節を感じる。サンマ今トラックじゃなくて発泡スチロールで来てるんですよ。発泡でこうやってガバガバガバ俺安定して歩いてる。肉体労働なんだよね。マダイは港町ならでは。チームを支えるのがサポータークラブです。最年長の松下隆義さん、自らポスターを作るなど地元開催ゲームの成功を目指します。興味を持ってもう一歩先に進むっていうところまでは、なんといってもやっぱり身近にいるっていうのは最大の魅力ですね。もうそっこいお兄ちゃんたちがいっぱいそこで集団生活して、昼間は水産会社で一生懸命働いて、で夜サッカーの練習してるっていう姿を見て、あとは話を聞いて、これはもうほっとけないなと、女川人としてはほっとけないなと。空き店舗にポスターを貼らせてもらうなど、商店街の協力も得ることができました。ご主人は応援には？ああ、行きます。もちろん。ホームですので、地元で盛り上げないとね。そして迎えた試合当日。選手たちの視線も思わず詰めかけた観客たちへ。コバルトーレ！コバルトーレ！コバルトーレ！大勢の観客の声援を受け、ゲームの主導権を握るものの、攻めきれない場面が続きます。ようやく前半25分、ゴールラインを割りそうなボールを諦めずに追いかけ続け、ゴール。後半2点目を入れた後、鮮やかなミドルシュート。そしてこのアピール。
ポーターが再び盛り上がります。この試合コバルトーレ女川は4対1で快勝。地元の期待に選手たちは勝利で応えました。やっぱり最初はほら選手を励まそうと思って始まったんですけど、まあ、逆にねもう選手たちに励まされてるっていうのが現状ですね。勇気と元気をもらってます。お互いを励まし合い、お互いを支えていく、チームと町のみんなが一つになった瞬間でした。サッカーチームが街を一つにすることで地元を愛する気持ち、好きになる気持ちっていうのも高まりそうですよね、はい、そうですよね。本当に、まあ、選手にとってはサポーターの応援というのは本当に力強いと思いますし、街の人にとってもね、街のシンボルとしてサッカーチームがあるということは本当にこれは応援の仕上がりがあるなと思いますよね、はい、これから強くなったらますます面白くなりますね。本当に J リーグ入りの期待が膨らみますね。